2017年6月23日本日はもう回さなくていいか。スノーブ羽島にまたやってきました。今日はこっそり練習ということで皆様には一切告知をしておりません。なのでもう今日は完全に練習モードで滑っていきたいと思います。ね、今日も来たのが今日も金曜日でリリースデーなんですよね。で、なんとリリースデー1日券かっこレンタル無料って書いてます。なので手ぶらで来ようと思ったら来れちゃうような感じですね。で、あと5会員特典いっぱいある。今日は会員になっちゃいました。で、そしたら2時間無料滑走券もらったのでちょっと次に使おうかなと思います。あと今日はもうそっちの方が6月いっぱいって言われたんで LINE のクーポン使いました。そしたら1000円券で10時まで滑れちゃう。三坂以来滑ってないからポンコツになってます。やばいやばい。ちょっとこれ本当にガッチリ練習しないとマジでやばいっすわ。ちょっと今からちょっとひたすら必死にとく練習しようと思います。飛んでくれた。はい、お名前どうぞ。はい、春菜ことスイカです。めっちゃ上手ですね。いつもレディースデーには来る。レディースデーに来るようになります。なります。はい。え、いつもは何曜日？いつも日曜日来てました。あ、そうなんだ。あの、やっぱり安いから来なくて。安いし、やっぱり女子ばっかり安い、楽しいなって。結構皆さん仲いいですよね。そうですね。やっぱり来てから長くなります。なります。本当ですか？はい。じゃあ、あの、誰か女の子来て結果飛ぶようになったら仲良くなってあげてくださいね。もちろん。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。春菜ちゃんでした。さよなら。はい、今日も会っちゃいました。2回目です。あ、そうそう、この間聞き忘れたんだけど、ボード歴何年目？5年ぐらい。5年目で、最近スノーバーに引き出したのは、そうです、この1年ぐらい。1年ぐらい。いつもはどこですね？高須。あ、高須なんだ。高須行ったら会えますよ。あ、本当ですか？そうそう、会えるよ。滑ってきました。横にいるのはみーちゃん。いいね。今日はね、ちょっとあの公表しませんでした。あの、羽島に来るってこう、あの、公表したら来てくれる方多分いたと思うんですけども、ちょっと今日はね、みーちゃんとこっそり2人で練習するっていうことで、あの、今回は羽島に来ることを公表しませんでした。ごめんなさい。なので次回羽島来る際は公表しますんで、来れる方はじゃんじゃん来て一緒に滑りましょう。みーちゃん今日よかったね。よかった。ボックスね。ね、ボックスできた。できましたね。できました。念願のボックスが。はい。もうよかったよかった。私は悲しかった。三坂以来滑ってなかったんで、一応トレーニングしてたんですけどね、全然ちょっと滑れなくて、ちょっと練習が必要な感じがしますね。ちょっと頑張ってまた練習 しようと思います。うん、今日はレディースデーで結構ね、女子多かったんで、女子の方はレディースデーを狙ったらいろんな方と友達になれるのではないでしょうか。てなわけでスノーバ羽島でございました。次回は7月8日スノーバ新横浜で、滑ろうかしようと思います。来れる方はぜひぜひ来てください。では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 、女子チャンネルの登録お願いします。